有吉さん、美人大根女優佐々木のぞみちゃんが風俗行ったら人生変わったという映画で29歳の童貞男と恋に落ちる風俗嬢役を演じるらしく、会見でこんなことを言ってやがりました。女の子としてはちょっと口に出しにくいタイトルですが、中身は感動の純愛ドラマなので、ぜひ女の子にも見てほしいです。はぁ、29歳の童貞と佐々木のぞみの恋ない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 。アラサーの童貞野郎なんてえなりをこじらせたようなクソ気持ち悪い怪物ばっかだぞ。スクリーンに映せるような面してないんだよ。お前えなりのおちんちん触れんのか。絶対無理だろうが。ごちゃごちゃ言ってねえでオープニングでおっぱい掘れたぜ。